どうも。後から鉄道さんが来るかもしれません。エペックスレジェンズシーズン3やっていこうと思います。ちょっとね、感動戦いがあなたを呼んでいる。見直したくてですね。好きなだけ標的を倒すといい。これ3か。戦場には無数の可能性がある。いい？武器は2つしか持ち運べない。新たに武器を装備するには持っている武器と交換する必要がある。いやね。新しい武器を選んで。最近このゲームよくやってるんですけれども、もともと FPS をやっていて、やっているが、そこまで言うて、なんだろうな、大量にキルとかっていうのはできるプレイヤーではないんですけど、僕って。この Apex Legends だと、なんだろうな、他の FPS に比べて、普段そこまでキルできない俺でも感じるほど、このゲームだとよりキルができにくいって思ってたのね、ずっとやり始めた時から。なんかあんまりキルできないなーっていう、いつも通りの感覚でやってもなんか違うなーっていうのがあって、それがちょっと気になって、最近なんかいろいろ調べたりだとか、上手い人の動画を見たりしたんですよ。で、やっぱり他のゲームと違うのはさ、3人じゃない？だから3人でのその立ち回りが重要になってくるのはもちろんわかるんだよね。その味方と、近づきすぎず遠すぎずの距離を保って、立ち回るっていうのが、多分そのチーム内での立ち回りはそれがいいんだよね。で、いつでも駆けつけれるような感じにして、で、できれば同じ敵を狙った方がすぐね、ダウン取れるからって感じなんだろうと思うんだけど、立ち回り的にはね。でも、その結局のところ上手い人を見てて感じたことなんですけど、結局のところ他のゲームに比べてこのゲームってめちゃめちゃエイムが重要なんだなと思ったんですね。上手い人って別に味方がどうとかそんなん関係なしに一人で勝っちゃったりするんですよ。それはもちろん立ち回りも重要なんだけどね。そのなるべく3対1で戦わない、できるだけその1対1で戦えるように立ち回るっていうのももちろんあるんだけど、それよりもこのゲームって硬いですよ。アーマーがあるから。だから、その分、エイムし続けなきゃいけない。で、上手い人を見てて思ったのは、エイム力。敵を狙い続ける力っていうのかな。で、なるべく頭を狙う。それがね、やっぱ上手い人は本当に長けてる。立ち回りは当たり前のようになんか長けてるんだけど、でもそれよりも本当なんかエイムの方が気になる。気になった。どの上手い人見てても、ちゃんとその、当ててる。から、これ、エイムなんですねと思って、最近ちょっと、確かにね、その自分のプレイを思い返してみると、その1マガジンで倒しきれずに、あ、倒せなかったっつって逃しちゃったりだとか、で逆にやられちゃったりだとかっていう場面って割とあるんだよね。すぐ倒せてれば
2人目もやれたとかね、なんかねそういうのがね思い返すとあるんですよね。やっぱりもうちょっと1人をエイムし続けて素早く倒せたらここで逃げれて回復とかもね間に合ってたかもしれないみたいな、そういう場面もね割とあるんですよね。だからちょっとエイムをどうにかしたいと思いまして、もう少しね、でちょっと最近感度下げたんですよ。これ3年3になっちゃってたけど2でやってたんです。そしたら前よりも当たるような気がしてるんだけど、気がしたので、ちょっとキルも増えた気がしたのなんだけど、今度はこう足音がいっぱい鳴ってる時にこういろいろ見るよね、遅えってなっちゃうんだよね遅ってなっちゃうので、後ろから撃たれたってなった時にうーっつって行かなきゃいけない感じ、もう覗いた時なんてもう何これ何これって遅さでしょ。多分俺この間に3人ぐらい3人分ぐらい死ねると思う、振り向く間に。だそれが難しくて、でも上手い人は別に感度低くてもできちゃうの。多分それは立ち回りの方が長けてるからなのかもしんないけど、これが難しいんだよね。でもかといってさ、これをさ、じゃあ5にしましょう。そうすると早ってなっちゃって疲れちゃうの。この辺は年を感じるかもしれないね疲れちゃうの感度早いと。でもこの感度5って鉄塔さん感度5なんですよ、知ってた？あの人感度早いんですよ。感度5が割とねちょうどいい、振り向くにもちょうどいい感じなんですよね。これ参ったなと。でも感度って結局自分に合ったものが一番だから、人がどうこうっていうよりかはっていう感じなんだけど、うーん難しいね、ほんとに難しい。じゃあちょっと悩んでるんですよね最近。タイムもそうだし、でもやっぱり立ち回りもやっぱ特殊だよなとは思うんだよね。チェックリストの通りにシグナルを確認してみて。でウィングマンはあれなんだよね、弾が遅いのと反動がでかい。てか弾が遅いのが一番あれなのか、当たらない要因なのかな。その弾が届く前に敵がもう動いてるから、ちょっともう偏差打ちをしないと当たらなくなるみたいな感じよね。おっせ届くの。ほんと弾遅いんだな。こんぐらいか。そうなんですよね。だちょっとね迷ってます。ちょっとね感度迷子中かもしんない。結局どうなんだろうっていう。ただね感度遅くしてショットガンがめっちゃ使いやすくなった。結構ね前から当てれる方なんだけど、ショットガンがより当てれるようになったな。でもしかしたら低い方が今のところは合ってんのかもしんない、そんな気がしています。
か行ってると本番で全然当たんなかったりするんだけどね。よし、エイム感度ね。いや、エイム感度、エイム感度は俺遅い方がいいのよ。だから、あ、まあ振り向きを早くしてってことでね。でもね、もう4とか5にしちゃうとこの普通のあれも早く感じちゃって、だ、3か2なんだよね、やっぱり。で、結局のところ一緒ぐらいの方がやりやすいんだよね。いじった、それもいじった、違くした、どっちかだけ早いとか、なんかやっぱり違和感出ちゃってダメだった。全部いじれるよね、細かく。で、そこまで本当に細かくいじってしまうと他のゲーム行った時どうすんのってなるし、ある程度やっぱその 大雑把な感じで決めていきたいよね。感度はね、その速くてもやっぱりやってれば慣れるんですよ。あの過去に COD で俺感度10にしてやってたんですけど、慣れるは慣れるんだけどね。でももうね、ちょっと早いと疲れちゃうの。いや、あのね、3019当てれるようにでしょ。でもね、99の仕様変わったでしょ。で、めちゃめちゃブレるようになったでしょ、あれ。で、それまでは301微妙だなと思ってたんだけど、シーズン3になってから俺301の方が全然強い気がしちゃっている。いや、それは言い過ぎかもしんないけど、ちゃんと当てれるなら確かに99の方が強いんだろうけど、瞬間火力的にはね。ただマップのなんかあの感じ、まあ、広さとかね、なんか301の方が安定するなーって思っちゃうんだよな。今強いよね、301ね。99が弾数少なくなっちゃったのと、めちゃめちゃばらけるようになっちゃって、おやってなることが割と多くなっちゃった。あのシーズン2はね、もう強っと思ったんだけど、これって18発になった。感度 2.5 ね。あ、でもなんかその辺も多分細かく設定できるんじゃないかな、わかんないけど。俺そこまでちゃんとは設定してないけど、ブレランダムになっちゃったんだよね。前はなんか残り何発かになったらバッバッザーってブレるみたいな感じだったらしいんだよね。前は普通に最初撃ってる時は上に反動があって、で残り何発かになったらランダムになんかブレるみたいな感じだったけど、今多分すごいランダムにブレるようになっちゃったのかな、全体的に撃ち始めかららしい。まあ、とりあえず今回は感度2でやってってみようかな。フラットライン熱いんだ。あんまり使ってないんだよな。早いね、確かに。キルできるのは早いね。キルタイムっていうんですか。一瞬で解けるもんね。いや、救急の、あの、あれ、魅力的よね。てか、当たったとき超気持ちいいもん、あれ。どの武器も気持ちいいんだけどさ、割と。ランクマッチ。
やっていきましょう。この画像がマジ目立ちすぎて面白いよね。目立ちすぎてる。ただでさえでかくて打たれやすいのに、この色ってやばいよね。ほんと主張がすごいのよ。私でーす。どうしようかな。オクタンでいったな。クリプトは強いなと思ったんだけど、上手い人に任せようって思いました。いや相当強いのよ。なんだっけ EMP、 あれの出鼻くじかれる感すごいすごいですわ。あれガスオはたまに使う。てかなんだったらね、多分ランクマの勝率的にガスオの方が多分ねいいんだよね。ヘソタンはねそんなに。そう、ノラでのクリプトめっちゃむずいのよ。偵察してる間にすげえ味方離れてた時があってわーってなったもん。おりますかーあな、おりませんかな。じゃあこっちのあ、これ同じビルか。あ、いや、なんだ、あー、ウィングマン。どちょっと待った、やべ、ミュート。どうなんですか。あ、これ見てる人だな。見てる人だ。すでにリング内か。そんなことあんだ。俺初めてかな、喋りかけられたの。ドンピシャさんめっちゃ言うじゃんめっちゃ言うじゃん。そうだよ、そうだよ。よし乗ってきたぜ。どの人が喋ったんだ。このあれか、ワットソンの人かな。よろしく。マイクないからさ、今そうだよっていう簡易チャットねえのかな。あ、回った。チョーク誰か使ってる人いないかな。ホップアップを発見。チョークだ。あ、これは使える。あ、よかった。バッカー全員持ってる。あ、拡張ヘビーマガジンを発見。レベル2だ。ああ、ありがとう。俺に取っといてくれ。よし、こんだけか。え、ドンさんですか。三人称の。え、おますか。おわーすげえおわーすげえ頑張ろうね。ポップアップを発見。セレクトファイヤーだ。よし、来た。ボディシールドを発見。レベル2よ。さて、さらに上があるんだっけ。新しいキルリーダーが確定しました。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。レベル2よ。
これ取ってこれ取ってよし、あのいただきに行こう。これじゃ足りねえ、まだまだあげるぞ。誰もいないのかな、ここいないっぽいね。ボディシールドを発見、レベル2よ。かわいそうだからあれかな、ミュートにしといてあげた方がいいかな。もうそんな気がする。すげえ暴言とか言い出したらやべえもんね。すげえ暴言言い出したらやべえもんな。ちょっとどうやってミュートすんだ、これか。ごめんね、ちょっと放送してるからミュートしとくね。よろしく、どうぞ。よかった、もうリングの中だ。お、あ、ありがとう。そう、いきなり下ネタとか、いきなり男性器とか女性器言われたら困るもんね。テロだよもうそれは。あ、でも200発ぐらい持ってんのか俺。あれだな、あれが欲しいな。おべべが、おべべじゃねえや、スコープが欲しいな。ケアパッケージ交換、僕の大好物だ。あ、スパチャありがとうございます。一応エネルギーマガズン80発ぐらいあればいいか。ライトアモ発見。ライトアモ、まあまあまあ持ってるからいいでしょう。ボディシールドを発見、レベル2よ。ありがとう、いただきます、いただきます。平和だな、ずいぶん平和なランクマだな。でまだマイナス24だからっていうか園内なの。あー園内なんですね。しかもあれだな、スコープが欲しい。どっかないかな。敵を、お、マジ？向こうに敵戦存在。聞こえたぜ。敵を確認。聞こえたぜ。敵が見えた。あ、遠いな結構。でもあれか、入ってくるってことだ。ああ、あの高台のところか。すんなないんだよな。コープ欲しいな。誰か言ってたかな。全然フェンス設置中、誰かがここを通ったら分かるようになっている。あとこれの角膜が欲しい。拡張ヘビーマガジンを発見、レベル3よ。俺のだ。拡張ライトマガジンがいる。ああ、あ、そう、俺もそれ欲しい。拡張ライツマガジン。報告、新しいキルリーダーが生まれました。新しいキルリーダーがいつまで持つかな。あっちですか。サイトが歩数ですね。おサイトで、サイトも、はい、サイトもホロサイトじゃダメなんすわ。ドットサイトがいいんです。あー、ピースキーパーあるな。フェースを発揮、フェースが完成したわ。グラップルを使うよ。グラップルを使うよ。リング閉鎖まで残り1分。
時間はある。向こうでもなんか聞こえるな。リロード中だ、リロード中だ。回復した音する。舞台が半分消えたぞ。新しいキルリーダーから目を離さない。撃ってるね。遠距離持ってる人なんだ。頼んだ。敵に撃たれてる。撃たれてる。あーあと数メートルでリングの中よ。スコープを発見。スナイパー用だ。よいしょ。わかったわ。シールドリチャージ中。お。あーいや。ダメだった。あ、紫になっちゃった。上から一発でやりたかったのに。フェンスを置いた。回路が完成。リングが始まっています。ジップライン設置したよ。どこ行っちゃったかな。リングが縮んでるよ。待ってー。ほっそこの取っていいですか。まだまだ上げるぞ。ケアパッケージだ。いいね。うわあ、キンキン。拡張エネルギーマガジンがあるわ。レベル3よ。キンキンケロンパ。これは使える。聞きました。これは頑張るしかないね。頑張りたいね。わあ、俺も登りたい。そこ俺も登っていたい。ちょっと待って。ここは他の部隊がいたみたい。攻撃を食らってる。あ、シールドリチャージ。やばい。チャージライフル、チャージライフル今撃たれてなかった。うわあ、撃たれてる撃たれてる。これやばいね。そっち側覗かない。シールドリチャージ。クレバー、フレーバー。静かに嵐を止めるわ。ラウンド3、リングの当たんねえかな。あ、無理そう。他の部隊の攻撃だ。シールドチャージ中。はいえ。これどそっちが先かな。お、行くね。敵への攻撃を開始する。家まで行ったあの人。じゃあ俺も行こう。ああ、取ってきたってことない。援護しますよ。嘘。シールドリチャージ進行中。これ参ったね。でも前行かないとだね。誰か見えるわ。あ、いる。これか。マジで結構無理やりいったね。それきついね。あと1分、リングは近い。いや、どうかな。落ちれる。シールドリチャージ中。こっち来い、こっち。あ、ぶね。こっち来い、こっち来い。あー、なんてこと。シールドチャージ中だ。ちょっと待って。これじゃ足りねえ。まだまだ上げるぞ。あと数メートルで。おわ。わあ。リング閉鎖まであと10秒。一人ダウンさせたぞ。待て待て。なるほど。
忙しい。なんだ違うのか。ちょっとこれはあれだ。ちょっと待って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 。くっそー。はぁ、ダメでした。ダメでした。逃げたかった、もう。周り結構いたね。別部隊もいたな。くそー。ああなっちゃうと忙しさマジやべえわ。プラログ。まあ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 いいでしょ、それなら。プラスなだけいいでしょ。ちょっときつかったなぁ、今失敗したね、そう、俺うーん、ワットソンの人にと一緒にいるべきだったなぁ。ちょっと離れちゃったなぁ。ああなった時の立ち回り、ほんと難しいよなぁ。ねえ、銃声に寄ってくるもんね。M、良かったですか。ありがとうございます。片方ちゃんと落とせてたら良かったかも。止まらない、止められない。俺の足はそうできてるのさ。お戦って死ぬ方がマシだ。リプトさんがいる。頑張りましょう。今回のチャンピオンを紹介します。ウィングマンのコツ？んとね、わからん。勘、当て勘。これはね、どうしようかな。ひょっとしてここに着地できないか。いいよ。と遠いな。いけんのかこれ。移動感じるか。最高だぜ。よーし。いや全然届かない、ごめん。全然届かないわ。全然届かない。残りの始末してくれるだろう。すげえよくわかんないとこ降りた。走りたかったのに。でも園内だわ。あ、二人ともアーマーはあるんだ。これどっちが行くんだろうね。これ歩いて向かってみます。あ、あ、天才、天才。よし、アーマー欲しいな。いいものがあるかもな。ん？そっちか。よし。どう？ボディシールドを発見。ああ、ありがてえ。俺に取っといてくれ。欲しいっす、それ欲しいっす。ありがとう。プラウラー。三兵衛か。三兵衛いらないの誰も。中距離用だ。スナがあるなら欲しいな。三兵衛あるじゃないの。あるじゃないの。あれ、我がもらうわ。拡張ヘビーマガジンを発見。ラスカルレベル1だ。例には及ばない。いただき。
救急か。よし、マイクラの時から見てましたか、ライブは初見です、ありがとうございます。マイクラから見てるっていうのはあれかな、結構もう昔から見てるってことかな。急げ、あと1分しかない、リングはすぐそこだ。人撃ったりもするんですよ僕。ボディシールドを発見、レベル2だ。あ、レベル2いいね。リボーションを発見。俺に取っといてくれ。残り45秒、リングは近い。ここにも3倍。ライトアームホットアップを発見、ターボチャージャーだ。エース開始、エネルギーアームを発見。もうすぐリングに着く。デボチョン、デボチョン、デボチョン、あ、デボチョンターボチャージャー、あー、俺のだ。拡張エネルギーマガジンがある。この組み合わせあんまりしたことないけど。レベル2だ。拡張ヘビーマガジンを発見。これにしちゃおう。拡張、こっちには何が、あ、そこじゃん、タボちゃん、タボちゃん、全員リング外だ、中の方が安全だぞ。あ、なくなったな、拡張味方、あー、なくなってない。スコープを発見、スナイパー用だ。え、デボーションさあれ、俺この前言ったっけ、これこの前言ったっけ、言ったかもしんない、言った気がする。いや、いつぞやかの放送で三人称でやってる時にデボーションとか最後の方微妙じゃないとか言ってたんだけど、撤回しますわ、本当にクスト強え、最後まで強え、全然強い。ライトアームを発見、回復取って、バレスター、うん、あ、ヘルメットを発見、あ、みんなレベル2だ、みんな頭いい。残りは 50% だ、わかりやすい。そう、欠点は弾なくなりやすいですねってちょっとやっぱ思うかな。それを抜いたら強え。そうなんだよね、ターボチャージャーなくてもね、わりかしいけちゃうんだよな。そう、ダンスゴリ押しやばいよね。戻ったぞ、ドローンからログオフした。ちょっとかなり雑に話しながらだったから雑に見ちゃったけど、大丈夫かな。ね、火力バカだよね、本当にね。おや？こっちにデスボックスだ。チョーク。ポップアップを発見。チョークだ。これさ、ノラとかでやってる時、これ撃っていいのかなと思っちゃうんだけど、どうなんだろうね。いいでしょう、きっと。ポップアップを発見、ターボチャージャー、よし、ターバーよくアグモット、レアリズムはいただきだ。ティーカバンあるよ、レベル4だ、大丈夫、ポップアップを発見、これは使えるな、どうぞ。ドローンに機関信号を送る。ふむ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 。ここってさ、なんかあんまり、あ、もう取られてるからなのかな、なんかあんまりのないイメージなんだよな、派手な場所なくせに。最初にあんま降りたことがないからかな、最初に降り立ったらいいのが結構あったりするんだろうか。
ルミット持っとこう。俺が一番苦手な武器？なんだろうな。全てを見通してみせる。苦手な武器か。あ、でもなんかプラウラーとかフラットラインはあんまり使ってないな。苦手っていうか、あ、だ G7 はちょっとまだ練習中というか、なんというか、あれの遠距離は無理。全然無理。あ、でもバカ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 、いらないいらない、これいらない。捨てる。ショットガンボルトを発見。レベル3。ホロか。まあいいや、つけとこ。ドローン視点に切り替える。よし、これは使えるな。ヘビアもいいか。青はもう OK で。あ、モザンビークはまあそうね、当てれないあれマジで当たんない。あと10秒でリングマンより全然当たんねえなと思う。あれ、俺持ってんじゃん。つけている。レベル2行こうか。いいじゃない、いいじゃない、いいじゃない。結構弾はあるよ。あっという間になくなりそうだけど。あ、これ俺ここ見たか、見たな。ここ、こっちはどうだ。おい見ろよ、ケアパッケージが来たぞ。ちょっと味方となるべく離れたくない。え、もう8部隊なの。なんか今回は探索ゲーだな。あ、エネルギーアーモー発見。来た来た来た、ドット。エネルギーアももらっとこう。よし、これは使えるな。目を増やすとするか。目増やして、あ、エロいとこに、エロいとこに紫アーマーあってもいいのにね。一定の確率で紫アーマーがあるみたいな、すごいいいと思うんだけど、このエロいところ。俺のドローンが壊された。報告、新しいキルリーダーが生まれます。新しいキルリーダーがアクティブだね。そう、このゲームあるあるだよね。準備整うとすぐやられるの。そうなんだよ、今回マジ物資集まったなっつって、装備もいい感じっつってポロッと死ぬからね、本当に。なんかいらねえの持ってる。あー、セルが一個もないの俺。何これ、テルミット捨てて俺。あ、いや2個しかないじゃん俺。やばやばやばおだねこれ。どんだけ俺救急のやつ持ってんだよ。あ、よしよしよし。おお、いいね。新しいキルリーダーがアクティブだね。味方のか。誰かが俺のドローンを破壊した。攻撃が来た。敵が間近だ。目の前にいる。さあ、そっちか。ベーコイの出番だ。了解。ブワーン。騙されろ。やられた。やられた？リチャージしてるところだ。なるほど。シールドをリチャージ中。どこにいる？待ってくれ、シールドをリチャージ中だ。怖い。全てを見通してみせる。ん？あ、そこか。え、ちょっと待って。おー、ぶなー。一体、ちょっと待った。まずい。そっち？あれか。ちょっ、
撃たれないで。よし、危ねえ。しまって、あ、こっち回復しちゃった。やば、撃たれてそう。シールドチャージ中。危ねえ。リングが移動してる。あっちからも撃たれるのかこれ。ここ撃たれない？ここやべえな位置が。あ、でも向こうの人いなくなった。これはやってもうた。うわあ、これは終わったね。これは終わったかもしれない。これは絶望的。いやあ。おつやる。あ、惜しい。そうですか。4位。なんか戦わずして、あまり戦わずしていい順位までいっちゃうな。いやー、普通に敵がうまかったな。頭狙われたんかな。3発ぐらいで死んだぞ。31ポイント、増え続けてはいます。増え続けてはいますよ。ここらで一旦、録画を切ろうかな。全然いいとこはないけど。ではでは、放送そのまま録画切りまーす。